美食にとって大切なものは料理と相手、そして時期。それと同じくらいシチュエーションもなくてはならない存在です。ですので今日は食べさせ合いっこをいたしましょう。まずは私から。はい先生、お口を開けてあーんしてください。もう早くなさってください。私も恥ずかしいのですが。先生が口にしてくださるまで私はこのまま続けますわよ。ほら、あーん。you